今日はマルコム・グラドウェルの、Outlier っていう本のことについてお話したいと思います。結構有名な本なんで、皆さんももうご存知で読んでいる方も多いかもしれませんが、これは僕にとってかなり、影響力のあった本で、今日ちょっと、読んだことない人のためにご紹介したいと思います。 Hey, what's up? りょうたです。こんにちは。今はお昼の時間帯です。日本は多分夜中深夜、みんなぐっすり寝ている時間でしょう。そういうことで、今日は本当にこう、さっきにもお知らせしたように、マルコム・グラドウェルの「アウトライアー」っていう本のことをご紹介したいと思います。それはまず、要するに結構物事何でも素早く手に入れたいのが今日の僕たちの習性で、僕もそうなんですけど、本当にもう欲しいと思ったらすぐ手に入れたいっていうのがやっぱり今の世の中の特徴でもあると思うんですね。それでやっぱり僕たちも時代に合わせて少しずつ変化していってるのは確実で、そういう希望というのも早く現実に化させたいっていう、そういう気持ちも強いと思うんですけれども、この本が一つ大切なことを言っているのは、人間は物事をすごく習得してすっごく上手くなるっていうか、もう飛び抜けてずば抜けて上手くなるためには、1万時間の、練習というか実践が必要だっていうことを言ってるんですね。これは2つの見方ができます。1万時間でもう本当に誰よりも上手くなる、本当に一部の少数のグループに入れるっていう見方と、あと1万時間もかかるっていう見方ですよね。で、1万時間っていうのは結構な時間なんで、ただ本当にこれも2つの見方があって、その自分が習得したい技術、やりたいことについて、それを例えば仕事にできればそれはすごく有利なんですね。っていうのは、仕事ならば週に少なくとも40時間は費やせるわけですよね。っていうことは、その1万時間を、積み上げるのに短い時間で短期間に習得できるわけです。ただそれを自分の合間の時間、忙しいね、昼間は働きに行って、夜は家族の面倒を見て、でちょっと残った、時間帯にやるとなると、1万時間積み重ねるっていうのは相当大変なことで、でやっぱりそのクリエイティブにこう創造性を生かしてですね、私たちが持っている想像力っていうのを生かして、いかに一日の間にそのことに関わる時間を増やすかっていうことがやっぱ大切だと思うんですね。で、僕は本当に一つ、昔はそのランドスケープアーキテクツになりたいっていう思って、それで慣れたんですけど、それでやっぱり本当にそれが仕事になったので、その1万時間のアキュミュレーションっていうか積み重ねは意外と早くできたと思うんですね。ただ人間変化してますから、僕もゴールが変わって、今は新しい1万時間を、積み重ねようと思っている今日この頃で、その他に一例として言いますと、僕は本当にこう数年前にスペイン語を習得したい、第三国語スペイン語を習得したいと思い、それに努力したんですけど、その時にこの1万時間の法則が頭に入ってきて、そして英語でものすごく苦労した経験を重ね合わせて、これはクリエイティブにならなければ実現できないと思ったんですね。なので、とにかくどうしたら1日の間にこうコツコツとその時間を積み重ねることができるかっていうことをいろいろ考えて、いろいろな合間の時間を使って、まず見つける方法を見つくって、そしてその時間をうまく使えるように、常に自分が準備できている状態にいて、要するにいろんなツールを持ち歩いたりですねして、でそれでスペイン語を話ネイティブに話す人と会う機会を増やすようにしたり、いろいろな工夫をして、第三国語のスペイン語を習得したんですけど、Yo estudié español y por mi cuenta y ahora puedo hablar español como inglés. とにかくですね、その1万時間をいかに早く消化できるかっていうことがキーになってくるということなんですね。それで、あとはその本に書かれている面白い例みたいなのがあるんですけど、でその1万時間の積み重ねとちょっとね、
関わってくると思うんですけど、そのアジア人が、特にアジア人が数学の、テストのコンペティションとか成績が他の西欧の国、あ、西欧って言うんですね、西欧の、ヨーロッパとかアメリカとかの学生と比べてものすごく成績がいいっていうのはなぜかっていうことに、俺をそのことを突き止めたやっぱり人たちがいて、でマルコム・グラトルがそのことをリポートしてるんですけども、要するにアジアの人が数学に強いっていうのは、それはその人たちがアジアの人たち、若い人たちが特別な能力をアメリカ人とか西欧人、ヨーロッパ人が持っていない、ヨーロッパの人たちが持っていない特別な能力を持っているかというとそうではなくて、アジア人は、patient、 辛抱強いっていう、そういうキャラクターがもともとついているっていうふうに結論付けてるんですね。っていうのは、数学っていうのはどんな人でもそれを理解するのに時間がかかるものなんです。だから根気強く当たっていくと、いずれ頭が、思考がそれを理解してもう何でもないようなことに変えてしまう、そういう頭脳が僕たちは人間として持ってるんですけど、その辛抱強さがなかったら、その根気よくその瞬間が来るまで取り組めないので、そういう人たちは結局分からずじまいで終わってしまうっていうことなんですね。それでさっきのスペイン語の語学習得の話に戻りますけれども、ちょっと僕は本当にそれを知っていたので、とにかく分からない日々が続きました。すごく苛立ちの日々も続きました。でもそのことを知っていたおかげで、そこにその努力にステイする、その続けることができたんですね。そのためにやっぱり今は三角語を話せるようになったんですけれども、それを知っているか知らないかっていう差がすごくあると思うんですね。っていうのは、今ではやっぱりアジアの人もやっぱり辛抱強さがなくなる、それでちょっとすみません忘れました、その辛抱強さの理由なんですけど、それはアジアの多くの国々が、米作りに、頼っているというか、それを文化に持っている。で、米作りっていうのはとにかく大変な、穀物の穀物としては手間のかかるものなんだっていうことなんですね。っていうのは本当にこう手間をかけなかったらできないもの。だから他の穀物と比べてもものすごく手間がかかるもので、すごい辛抱強さと忍耐を要する。でそれがやっぱりこう受け継がれて、アジアの学生たちはその辛抱強さがあるために、あと教育っていうのもあるでしょうね、多分ね、そのために数学の成績がものすごくいいというふうに結論付けているんです。なので僕はそれを知ってたので、先ほどもお伝えしたように、それを語学の第三カ国習得につなげてうまくいったんですけれども、やっぱり最初にもお伝えしたように、今の時代はやっぱり時代が変わってきて、結果というものにすごくこだわる時代になってきていると思うんですね。それでその結果をいち早く手に入れるっていうことが本当にトレンドになっていると思うんですけれども、もうなんていうのかな、こう一つの一つの考え方のシフトだと思うんですけど、でも僕たちにできることっていうのは昔から変わっていない、僕たちの能力っていうのは昔から変わっていないっていうのは、別に悪くなっているわけでも良くなっているわけでもない。なのでやっぱりその変わってきていることっていうのは、やっぱりテクノロジーの発達と、その例えば取り組み方の変化っていうのが、やっぱり考え方が変わりつつある中で、その取り組み方っていうのも変わってきていると思うんですね。とにかくその 1万時間をいかに早くこなすかっていうことですよね。クリエイティブになって早くこなせればそれだけでいいわけですから、それだけで、その僕たちが思い描く日っていうのが近くに寄ってくるわけですから、やっぱりそこがキーだと思います。そこのところを考えずに工夫をしなかったら、やっぱりその日っていうのはその考えないたびに、できることをやらないためにどん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 伸びていくっていう、そういう結果が訪れてしまうっていうことだと思うんですね。でこのマルコム・グラッドウェルのアウトライヤー、
すごくいい本なんで、僕は英語で読んだんですけど、日本語の本のリンクも下の、詳細のところに貼っておきますので、もし興味があったらリンククリックして買ってみてください。その購入の費用の一部はこのチャンネルのサポートにつながりますので、もし興味があったらリンクをたどって買ってください。僕はアメリカに住んでいて、そのアメリカに住んでいることをベースに、その体験をベースに元に話していきたいので、もし興味がある人はチャンネル登録とチャンネルサポートよろしくお願いします。それではまた明日。 See you later. Hasta luego.